Hi, everyone. This is イギリスで起きた不思議なお話ですアメリカの掲示板に投稿されていました彼が言うには2004年に起きたと、まあ、おっしゃってますけれども、まあ、念のために僕はその夜一滴もお酒は飲んでいませんって書いてありますねでその夜映画館に当時付き合っていた彼女を連れて行く約束をしていたそうです実は彼は時間を守るのが得意ではなかったそうです 非常に苦手でよく遅刻していたと本人は告白していますこの夜も仕事から少し遅れて家に帰宅しており慌てて着替えて車に飛び乗っているんですね夜7時だったそうですが珍しいことに通りにはほとんど車がなかったそうです夜7時ってまだまだ車が多い時間帯だと思うんですが珍しいなと思ったそうなんですねこの時彼はフィアットプントっていう車に乗っていたそうです当時イギリスでは若者の よく買う車第一位だったそうで、まあ、それは安く購入できるということと保険をかける時も保険も安かったそうなんですね、まあ、それでみんなこぞってフィアットプントを購入していたようですフィアットプントってあのイタリアにフィアット車っていう車の会社がありまして、まあ、そこが昔出していたプントっていう車なんですが小型車なんですね日本で言えば軽自動車みたいな形をしておりますで、まあ、それを一生懸命走らせてたわけですが、まあ、彼女の家までそんなに まあ離れてないということなんですけれども、まあ、驚いたことにですね車の通りを走らせてたら警察官に止められてるんです道路の真ん中に警察官が立っていて止まれ止まれとでびっくりして止めてですねあ俺スピード出しすぎてたかなと思ったら警官がもうコンコンって窓叩いてくるんで仕方なく窓開けたら君車走らせすぎスピード出しすぎって怒られてるんですねであ 申し訳ございませんすいませんってすぐに謝ったわけです。でその警察官に事情を話したんですねまあもちろん言い訳にしかならないんですけども映画が始まるんでちょっと慌ててましたみたいなことでですねとにかく車から降りなさいって厳しく言われてで仕方ないんで車から降りてで車の後ろに来なさいって言われたんで車の後ろに行ったわけです。すると警察官は 小さなメモ帳と小さな鉛筆を取り出して一生懸命そのメモ帳をめくるんですって白紙のページが出てくるまで一生懸命めくってですねようやく白紙のページを見つけて君車はんだねって聞いてきたのでフェアットプントですって答えたらなんだその車はと聞いたことないっていうふうに言ってきたんですねさらにナンバープレートを読み上げなさいって言われたんでまあ仕方ないんで自分のナンバープレートを読み上げたら さらにその警官は「君の車はなんでナンバープレートが黄色なんだ」と言ってきたんですね。でイギリスではですね調べたところ1974年から、まあ、ルールが変わって車の前にあるナンバープレートは白でなっていて。 車の後ろにあるナンバープレートは黄色なんですってするとその車の向きがすぐ分かるということで便利らしいんですよね例えば白いナンバープレート見たらそれは向こうからやってくる車ってすぐ分かるんですね前にあるナンバープレートは白だからで黄色のナンバープレート見たらそれは車の後ろ側ってすぐ分かるっていうことですねところがその警官はイギリスの警官でもかかわらず知らないっていうふうな感じなんですねその時彼は気づいてるんです この警察官が着ている服装がその彼が知っているイギリスの警官の服装ではないと明らかに2004年以前のかなり古い本当に1950年代か60年代ぐらいの制服じゃないかって今となっては思うと言ってるんですね。警察官はははせしなく今回回見逃すけれども次回は切,符切るぞって言ってきたそうなんですね。 で君のことはこ,のここにナンバープレートと君名前と住所と聞いたからこれ警察にこれから持ってって記録に残しとくから次があったら大変だぞって警告されたんですねじゃあもう行っていいよって言われたんであ,ありがとうございますって車に乗って気をつけますとか言いながら行ってちらっとこうバックミラーで見てるんですねあの警察官不思議だなとするとなんと突然と消えていたそうです で、彼は後で、まあ、その時映画を見に行くっていう大前提で、まあ、彼女を迎えに行ったところ、すでにもう映画が始まってる時間だったので、実は警官に呼び止められてって、二人で話をするうちにだんだんおかしいぞ、おかしいぞってなってきて、きっとその時空の歪みでポンと現れたか、 彼女はきっとその警官の人はお亡くなりになっていてまだ自分が死んだことに気づいてなくって仕事してたんじゃないとか言ってるんですけどいやそれよりも俺はタイムトラベラーだと思うみたいなことなんですよね時空の叫びでポンって現れたんだけど無事に元に戻れたんじゃないかって元に戻れてたらいいんですけどまた違う時代に行ってたらかわいそうかなと思ったりしたんですけれどもその警察官自体が多分2004年に 行ってるって気づかないで仕事してると思うんですね。同じ通りだと思うんですけれども。ですからね、特にイギリスってその建物の外見があんまり変わらないで有名なんで、自分がちょっと時代が違うところにポンと現れても気づかない恐れがあるんですよね。まあ、あの警察官の方どこに行ったんでしょうか。 ちなみに当時付き合っていた彼女と無事にゴールインしてご結婚されたそうです。奇妙なことを一緒に体験すると絆も強くなるんでしょうね。で、トーキーが気になってるのはですね、あの警察官がメモをして自分の警察署に持って帰ったかどうかですよね。つまり2004年に存在している彼の車種と名前と住所などをメモして、例えば1950年代か60年代の 警察署に記録として残っていたら、それは一体どこへ行ったんでしょうか。まあもう簡単な、例えば罰金もなく切符も切られていないので、ただ脅す、脅かすためにですね、ちょっとメモに書いてみただけかもしれませんし、ちょっと気になるんですよね。何かが一致しない、何かがおかしいと思ってこれを投稿しました。ということで、まあ、それをトーキーも、おこれは面白いなと思ってちょっと取り上げてみました。 日常でふと違う時代にポンと自分が言ってて、一瞬で帰ってきてる恐れもありますよね。まあ、不思議だなと思います。まあ、皆様は今回のお話どう思いましたでしょうか。今回はイギリスで起きた不思議なお話をしてみました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。